津軽コウモリは、菊科コウモリ相続の多年層。2009年に、新種記載された。根茎は、直立から射上する。茎は直立、またはやや射上し、上部はわずかに、ジグザグに屈曲して伸長し、高さは100から200センチメートルになる。茎の上部には、茶色の難毛が密生する。根室葉は花時には、枯れて存在しない。葉は茎に4から9個付き。 表面は、新緑色。茎のチューブにつく葉は、草質。葉芯は、平田五角形上人型で、長さ5から27センチメートル、幅10から44センチメートルになり、ごく浅く合列し、列片の先端は短くとがあるが、お上に伸びることはなく、基部は、甲心型から節型になる。縁には、荒い巨子がある。洋平は、長さ六から八センチメートルになり、 無毛で発達した翼があり、器部は明確に茎を抱き、耳は三角形、または円形となる。下期は9月。登場過序は円錐状、または層状に多数がつく。すべて両性の筒状花からなり、頭花の花柄は長さ5から10ミリメートルになる。双方は、共筒型で長さ10から11ミリメートル、計3から4ミリメートル、 双方辺は一列で8個あり、基部に先天がある。一等花は10から14個の筒状花で構成されており、果敢は黄色を帯びた白色で、長さは7から9ミリメートルになる。果実は、長さ6から7ミリメートルになる円柱形の痩せ花で、無毛で量が目立つ。冠毛は、白色で、長さ7から8ミリメートルになる。日本固有種。 本州の東北地方の白上山地とその周辺地域の特産の植物で火力林の林床や林園に生育する。種商業ハースイニスは青森県の植物研究者で本州の発見者である細井神戸への懸名である。青森県の植物研究者である細井神戸は門田祐一が2005年に新種記載した小賀コウモリイパラセナチオギマンテニス門田が 秋田県に隣接する青森県津軽地方にも分布することを角田に知らせた。2006年には多くの標本も細いから角田に送られた。しかし、小賀半島特産とされた小賀コウモリと津軽で採集されたコウモリ相続は花戸は似ているが、傭兵の基部の抱え系の様子に若干の違いがあり、基地種とは異なると考えられた。2007年9月には、角田と 細いらによって青森県とその周辺地域でフィールド調査が行われた。その結果、これらは未記載種であることが分かり、主に青森県の日本海側に分布していることが明らかになった。青森県西津軽郡深浦町で2007年9月に採集したものをタイプ標本とし、門田は2009年2月にこの種を新種として記載発表した。 ありがとうございます。